奈良県北葛木郡河合町出身の日本のプロ野球選手、宇藤左田。東北楽天ゴールデンイーグルス所属。河合小学校1年生の時に野球を始め、川合一中では先週半華ボーイズに所属。中3時にはノモジャパンに選出され、首相を務めた。その時のメンバーには、西淳也、石川昇渡らがいる。 千弁和歌山高等学校では1年春からベンチ入りし5期連続甲子園出場を果たす。2年春の甲子園ではチームを甲子園準優勝に導く。2年の夏の甲子園は大見高校に敗れ初戦敗退。3年春の甲子園では中森俊介、水上カ木田良斗を擁する赤師匠に敗れベスト8。三年の夏の甲子園では14回タイブレークの 末に、奥川強信山瀬慎之介、内山宗信を要する西洋に敗れ3回戦、敗退。一学年上に、林光太、同学年に、東純平、一学年下に、小林北と、細川良平がいる。2019年10月17日のドラフト会議では東北楽天ゴールデンイーグルスに2位指名を受け、11月4日に、 和歌山市内のホテルで契約金6000万円、年俸650万で仮契約を結んだ。2020年春季キャンプを一軍で完走した。これは高卒新人では球団史上3人目である。9月4日に一軍登録されると、その日のオリックスバファローズ戦では7番にいる一種で先発出場し、初打席で山岡康介から右儀比を記録し、 初打点を記録した。非凡なバットコントロールと広角に飛ばせる、長打力を兼ね備える、中距離打者。キャプテンシーも、非常に強い。高校通算34本塁打。50メートル走6秒2。父は、上宮高校で3年春の選抜優勝時の二類手、黒田博樹の1年後輩に当たる。また入団した、楽天、三木はじめ前監督は2年後輩となる。 ありがとうございます。